皆さんこんにちは日本語の先生のりこです今日は9月の19日月曜日今ちょうど午前10時半10時半になったところです私はいつものように朝起きて2つレッスンをしたところですねはいあの私のコミュニティジャパニーズトゥギャザーで今週の金曜日から約4週間にかけて初めてのリーディングチャレンジを始めます 今のところですね、コミュニティの中で、まあ、小さいコミュニティなんですが、17人の人がサインアップしてくれて、自分の目標とか読みたい本をシェアしてくれました。これね、私本当に意味があるチャレンジだと思っているんですよね。私は今までシーズン1とシーズン2のポッドキャストの中でたびたび本を読んでますか 日本語のコンテンテツ読んでくださいよよっって言って言きましたよね私は本を読む力、まあ、本を読むことでコンテンツを日本語でたくさん読むことで皆さんの日本語の能力がぐーんとアップすると信じているんですインプットですねたくさんのインプット、まあ、インプットには聞くということと読むという2つがあると思うんです聞く とということに関しては私はポッドキャストを作っています私のポッドキャストだけじゃなくっていろんなポッドキャストがあるから皆さんはたくさん毎日聞くことができるでもそれと同時にでですすねね読むとといいいうこもも本当にやってもらいたいんです、ね、私は長くオンラインで日本語を教えていますが、まあ、コンテンツをたくさん読んでいる人は本当に日本語の上達日本語の上達のスピードが速いと私は思っています。 そして言葉の語彙力も高いです、はいまあ、ただ皆さんなかなかコンテンツを読むのが大変だっていう気持ちは理解できます。なぜなら日本語には漢字がありますよね。漢字が読めないから小説にチャレンジしにくい。振り仮名つけてほしいという気持ちもわかるんですが、まあ、そういう人、漢字が苦手な人も簡単な読み物ありますよね。 うん、例えば、多読の本として、振り仮名がついていて、または英語の説明はあるような本が実際に Amazon で買えます。そういうところから始めてみてもいいし、私のおすすめはですね、悟りリーダーですね。悟りリーダーっていうのは、まあ、お金を払った方が多分いろいろな有料、 の機能がついてくるんですが無料でもおそらく読めるコンテンツがあると思いますアプリまたはネットのサイトで読めるショートストーリーがたくさんあるんですよね私は実際に使ったことはありませんが私のプライベートレッスンの生徒さんが何人か使っていて画面をシェアしてもらってその内容を目で見て読んだことがありますストーリーも面白いし英語の説明もあるしオーディオもある とてもいいと思いますサトリリーダー、はい、そしていやいや私は小説が読みたいんだっていう人もいますよねはい。ぜひチャレンジしてみてくださいそういう意味でねこの私がこれからやろうとしているリーディングチャレンジきっと意味があると思うしまたコミュニティの中で励まし合いながらそして自分が読んだまあ内容感想意見をシェアしながら コミュニティでチャレンジをやるっていうのは本当に大切なことだと思っています。なので今回の「リーディングチャレンジ」はいでね。今のところ17人ぐらいの生徒さんがサインアップしてくれていてそれぞれ選んでいる本コンテンツが違っていて面白いんですね。私は私が選んだご提案した冊え本が3冊あったんですけど私が提案した本を読むという人は実は少なくって。 自分でででで選んできたた。本やコンテンテツを読むといいいう人ののが多いのでびっくりしまししま素晴らしいです、えー。例えばですねこれ私読んだことがないのでどんな内容か分かりませんけれどもタイトルだけ言っていきますね。ある生徒さんは「一日10分のご褒美」いいタイトルですね「一日10分のご褒美」というノンフィクションの本を選んだそうです。 はい、そして1日30分この本を4週間読み続けるっていいう生徒さんもいま,す、えー、またはこの生徒さんはこれもかなり難しそうなんですが「村上龍の5分後の世界私は読んだことありません」「5分後の世界にチャレンジしてみたいと思います」と言っていました「300ページあるから毎日10ページくらい読めたらいいかな」「難しそうだけど頑張ります」と自分の目標をシェアしてくれました。 はいえー、あと、えー、初級の生徒さんは多読多読のウェブサイト、えー、たくさん無料の多読の本があるんですね、えー、その生徒さんはこのウェブサイトを使って、えー、まあサイトのコンテンツレベルゼロから少しずつ1に向かって読んでいきたいという目標を作ってくれた生徒さんもいるし、えー、もう一人の生徒さんは「ハリー・ポッター」。 これ来ましたね,ねあの英語でも読んだことがない。母、ね、国語は英語の生徒さんなんですけど英語でも読んだことないけどぜひ日本語で読んでみたいんだと。「ハリー・ポッター」にチャレンジします。おお応援したいと思います。えー、ある方はですね「ぼっこちゃん」これ有名な本ですね。星真一の「不思議な不思議な短編ドラマ」というドラマを見てから ショートショートの神様と呼ばれている星新一のぼっこちゃんを選びました。毎日3ページ読みたいと思います。と書いてくれた生徒さんもいますえ。雑誌、雑誌ね、和菓子の雑誌を選んでくれた生徒さんもいて、この雑誌を少しずつ読んでいくつもりです。と決意表明をしてくれた方もいます。本当に感動しました。多読あの、 本の読み方はいろいろあると思うんですが、私がここで、このチャレンジで皆さんに言っているのは、なるべく立ち止まらない。とにかく前に前に読み進める。まあ、できるならパッシブリーディング。みたいな感じかな。こうアクティブに読んでいかない。そういう読み方をおすすめして、とにかく4週間読んでみて、どのような変化が生まれるか。 それを皆さんでやってみましょうと呼びかけているんです。まあ、これを聞いている皆さん、もう10月ですよね。私のチャレンジも半分終わっている頃だと思うんですが、ぜひ、この10月、本を読んでみてください。ね。そして、まあ、ジャパニーズ・ツギアザーのコミュニティじゃない皆さんもですね、これを機会に多読の世界にようこそ ということで読書を楽しむストーリーを楽しむストーリーをたくさん読んでその中で自然に言葉を覚えていきましょうということを、まあ、経験してほしいと思っていますはいで私はねもちろんこのコミュニティの中でこのチャレンジをいろいろな面でサポートしていきたいと思うんですが私自身もねチャレンジやってみようと思っているんです韓国語 私はですね、トランスクリプションを読みます、えー。コンプリヘンシブルインプットをしたいので、自分よりもレベルの低いポッドキャストのトランスクリプションを選びました。それを毎日一つずつ読んでいきたいと思っています。はい、あの私も生徒さんたちと一緒に同時に挑戦していきたいこのリーディングチャレンジ。どうなることやらお楽しみに。はい、あのもこの何ですかね。 チャレンジってね本当にいいいと思います皆さんさやる気がない時とかモチベーションが、まあ、下がっている時あるじゃないでもみんなとやれば何かができるそう思いませんかということで今回コミュニティの中でやってみる読書チャレンジそして私は本当に本が好きだからいろんな本、まあ、皆さんのね読んだ本の感想を聞いたりそして私もどんどん何か読んでいきたいなと思っています。 はい。それでは今日はここまでです。